さあ朝倉が中で大得点、さらに左パリッシュを出していきました。さあここで第3ラウンドが終了しました。倒れ込んだのは素晴らしい試合だった。無理張れ、無理張ります。最後さね、最後ぶっ倒れる落ちてさ、本当にぶっ倒れる落ちてさ、全部貸し切ったもん。よかった、これでね、繋がった道。あ、本当に。負けてたらちょっともうかなり。やばら、やばかった。そう、引退だよ。いや。この試合はきついよね。いや、きつかったじゃん、今思えば。気持ち的に。そうだよ。とりあえず勝ててホッとしてたんですけど、レベルの高い試合で、お互い本当強かったんで、なんか一気に現実っていうか、あ、自分もっとやらなきゃダメだなっていうふうに思いました。まあ、ちょっとずつですけど、またタイトルに近づけるように、はい、動きも変わってきてると思うので、自分の存在をアピールちゃんとできるように、もっともっと頑張らなきゃいけないなと思います。